ボリス・フェドチェンコ、ボリス・フェドチェンコは、ソビエト連邦の植物学者である。父親は、植物学者のアレクセイ・フェドチェンコで、母親のオルガ・フェドチェンコも植物学者である。ボリス・フェドチェンコは、夫妻が西ヨーロッパ旅行中に、ライプツヒで生まれた。ボリスの生まれた8ヶ月後に父親は、モンブラン登頂中に、事故死した。オルガ・フェドチェンコは、息子とロシアに戻り、 植物研究を続けた。1891年から翌年にかけて、オルガはボリスを伴って、ウラル山脈に最初の植物調査を行い、1893年には二人は、クリミアを二度訪れ、クリミア山地やセバストポリ地域の植物を収集した。1894年には、トランスコーカシア地方、1897年には、アマネ山脈西部を調査した。 1898年から1899年の間、サンクトペテルブルクのミカドリツ植物園で働いた。1901年に、オルガとボリスは、パミール山脈の植物探検を行い、その成果は、マテアヨポアーラフローアジコカス、フローラオブザッパミアーズ、カンスペクタスフロリタアックスタナッキーなどの著作で発表され、4145の植物の種が網羅された。 1899年から1904年の間、収集した植物を研究し、一連の論文を執筆し、標本類は植物園に収められ、現在も最も重要なコレクションの一つになっている。1902年までに、定律植物園の標本館の館長になり、植物園の起用の編集を行い、1909年に植物ジャーナルの発刊をやめ、 ロシアの植物誌の出版をはじめ、この雑誌は年に発刊、発行され、第一次世界大戦によって資金が不足した1915年まで発行された。1931年にサンクトペテルブルクの植物園と植物研究所は統合され、コマロフ研究所が創設されると、ウラジーミル・レオンテビッチ・コマロフの後を継いで所長を務めた。大規模な辞典。 ソビエト連邦の植物を作るプロジェクトも引き継いだが、それが完成するのは、没後の1964年である。B. フェドッチは、植物の学名で命名者を示す場合に、ボリス・フェドチェンコを示すのに使われる。ありがとうございます。